山田孝之さん登場です。どうぞ。こんばんは。すごいですね。ありがとう。ブルーノートみたいですね。そう、じゃあなんかとりあえず一言ご挨拶。一言。はい。ああ、今日はあどうもなんか酒とかも飲んだりできるみたいなんで、あの多少ろれつが回らなくなったりとか、一点を見つめ出したりとか、多少のゲップぐらいは多めに見てください。そうですね。まあ、だらしない男ですからね、あの多めに見てやってもらいたいと思うんですけど、これでもすごいね、この映画。この場ですか、うん、この映画。あ、映画ですか、うん、この場はすごすぎるでしょ。映画そうですね、はい、いれば誰でもそこに行き着かなければいけない宿命的な問題を抱えてるじゃないですか。その辺のねコントラストっていうのが本当にね、見事な作品だと思うんですよ。これ多分ノーベル賞を取りますよね。いやいやっていうぐらいすごいんですよ。で普通こうイベントとかなんとかでその舞台挨拶とかでみんな褒め合ってどうのこうのっていうのとちょっとやっぱり次元の違う作品なんですよ。それにしてもすごいね。俺尊敬した。山田孝之尊敬した。いや三池組でも一応同じ作業やってるんですけど。本当。そうなの。なんか伝わってないです。適当に前の日酒飲んで、で適当に朝来てなんかしれっとやって美味しいとこパクって持ってっちゃうっていう。いいな、こういうやついるんだよなって思ってたんだけど違うんだ。まあまあいやまあでもまあ確かに今回はそのまあもっとこうこの人としてなんかこうなんだろうな、そのリアリティとかこうすごくこうなんか。まあ、いつもよりより細かな作業はしてましたけど、いやそうだから監督としてはやっぱりシュッとするもんね。 この演出できないというか山田孝之のこの表情取れないとかうえっと思うっていうことの連続なんです。ただそこのもっとすごいのが凶悪に暴れるんだったらいろいろやれるけどそれを調べていくっていう、どっちかというと性っていうか受け止める側なんだけど、あれをその2日間の中でっていう時にあの芝居ってやっぱ前の日にそれをこう飲んでないですね。飲んでないですね。飲みながら飲んでこうしてやろうとか。まあまあでもまあ結果あの そうこの撮影入る前に何かこう、まあ、そういうあの記者でもう事件を追ってる人なんで何かワンルームのマンションでも借りて。撮影期間中もうずっとこもってやろうかなと思ってもう酒も絶対飲まないと思ってたんですけど、あまりにもきつくてもう3日目にはもう酒飲んでたんですけど、だ結果的にまあ毎晩その後は飲んでたから、まあ、飲んでたっちゃ飲んでたんですけど、もう締めのスピーチを10分間ありますからもういろんなもう私生活のことからもう何でももうこうなんか話していただいて、今日すごい応募数の中からこうね来ていただいた人なんで満足して帰れるようなお話をお願いします。もうまあいいか。そうですね、まあいろいろと出てくるのでそこをすごく感じてほしいですし、あの映画としてこうエンターテインメント、これまあ絶対いい気持ちにはならないでしょうけど見終わった後、まあエンターテインメントとして見た後にまあ嫌でも考えてしまうと思うんですけど、やっぱその映画があってそれを見た自分がいて、そこからさらに一歩引いてあのこの今自分がいるこの日本で起きている問題だとかそういうところをあのより感じてもらえたらなと思ってますね、この作品に関しては。なんかどうしましょうね。いやいや、なんか私生活のこと話しましょうか。いや私生活のことはだいたい週刊誌で知ってますから。いや別でも幸せですか最近。ええ、
週刊誌ってそんな、なんかあれが本当みたいになっちゃうじゃないですか、全部が全部。本当じゃない、本当じゃないことありますよ、もうウィキペディアも 100% じゃない。あ、そうか。で、あるんですよね。あ、映画ってすげえこと表現できるし、すごい影響を与えるっていう。だから今年の夏はとりあえず、風立ちぬ見るでしょで、パシフィックリムを絶対見てほしいんですよね。で、凶悪を見ると大体世界の映画事情と人間とは何なのかっていうのは大体わかるんで、で我々今日本人が何に向かってどうしなければいけないのかっていうことも大体わかる。だから風立ちぬ、パシフィックリム、凶悪、これセットで見ていただいて、その中で3週間で表現できるっていうことの素晴らしさっていうか、その映画の可能性っていうのをなんか今日改めて見てもらって感じてもらえればなって、本当、いや感じてもらえると確信してるんですよ。だからその頑張ってみてくださいねっていうか、頑張るまでもなく引き